本日緊急事態宣言を全国お願いします。について私から度重なる弾道ミサイルの発射は、私が政治の世界に飛び込んでまさにゼロからのスタートでありましたけれども、この歴史と伝統のある自由民主党、その総裁に就任をさせていただける、まあ、そうしたことはまさに民主国家、日本の一つの象徴でもあるのかなというふうに思っています。